テレビでねピラピラ喋んなってみんなに言われてんの。ソフトランディングですかハードランディングですかどっちだと思いますかはみたいな。初めて起こることだからまあまあのことが起こるだろうなと思ってるわけ。独禁法の調査が始まりました。独禁法の調査始まるっていうの大好きで、堀子さんお酒買いましたね。サントリーのチタ。もうさあの今ニューヨークで日本のウイスキー大ブームで、うん、これコロナだね。コロナでみんなこう家でチビチビやり始めて、あこれ美味しいって始まったの。あそうなんですか。だね、もう急騰してますよ値段。いくらぐらいですか。そもそも日本で、うん、3,000〜4,000円とかですか。昔はね、スーパーで僕 3,000〜4,000円で買ってた覚えがあるんだけど、倍じゃ済まないよね今ね多分。あそこまで上がりましたか。うん、日本もね、うん、物価上がってるから困ったもんで。でもじゃあこちらで日本でも飲んだりするんですか。あのこうやってねバー行ってホテルのバーとかでね、あのまあ日本薄いって知ってるからダブルって頼むのよ。ダブルでもちょっとでしょ。だってアメリカであの水割り頼んだらもうこのぐらい入れてくれんのよ。そんなドボドボドボって言って。アメリカってそうこんなでっかいやつらアバウトこいつらと同じ量を僕らが飲むから。あれ堀子さんとなんか日本のものを買って帰るの、あのあれね、超熟ねパン、うん、食パン、食パン柔らかいやつ、そうあれ絶品だと思いません。あのバルミューダのトースターで焼いて、であの四つ葉バター、四つ葉いやもうなんか本当朝から幸せになるんですけど、そのセット、それをニューヨークで、うん、切れるじゃないですかやっぱり買って帰っても、はい、でもどうしても食べたいから日本のスーパー買いに行ったわけ。ニューヨークのね、そう、はい、あれいくらだったかな、8ドルだから1200円近く。日本でいくら？500円ぐらい。おいやいやいくらぐらい？長寿300円ぐらい。いや100円だよ、ね、そんなことないでしょ。100円だよね。あのバーテンダーの方はご存知ですか？100円はないじゃないか。ね、絶対500はないですよ。本当に？やだ。あこちゃん庶民の生活知ってないの今バレちゃったじゃん。ちょっとバレましたかね。私あの疲労のあの焼きたてのやつかあれ大好きなんですよ。ニューヨークに持って帰っても、うんうん、どのくらい持って帰るんですか。スーツケースこうピターっと敷き詰める感じ。もう僕服なんか別にもうどうでもいいんだけど、長熟を、ね、15とか20個ぐらい入りますかねトランク、うん、まあね敷き詰める感じ、ふわふわでこうちょうどいい感じじゃないですか。あとクッションにもなってね。アメリカの先行きなんですけれども、うん、今大統領選がね、うん、こう始まって、どうなるかによってまた随分変わるんじゃないですか。僕ね実はあの今年の早々の段階でもうトランプで決定って、まあ、いろんな講演会で言ったのね。お早々、うんうん、それはバイデン大統領の時ですね。そうなの、そうなの、そうです、ね、だから今ねあのちょっと言い訳あちこちにしないといけなくて、いやバイデンだったら楽勝と思ったわけ、はい、でもうあのほぼトランプなんだけど、あのハリスでもね僕はトランプだと思いますね。まあこれは生活実感なんだけど、まあ、コロナ以降ものすごい治安が悪くなってて、であのトランプってねその治安とかあの警察とかあのものすごいあの強化してたんですけど、やっぱバイデン政権でそれがバーッとこう緩くなって、じゃあそれでみんなが治安が大事だと思った時に、うん、ハリスさんではなくてトランプ。トランプってあの世界の戦争をすぐに終わらせて言ってるしね。 あれはでも本当に終わらせられますか、ね、まあ、今中東ひどいことになってますよ ね、まあ、ね今いろんな予想が出てますよね、うん、ああいう予想って結局当たらない感じなんですか。堀子さん結構注目、うん、そうそう、あのね、いくつか今日ちょうどね僕講演やってきて、あのいくつかあの、まあ、僕が考えるあの信頼できるのがあってね、一つはねこの「エビバディ・ライズ」っていう、うんうん、あの
2016年のあの絶対ヒラリー・クリントンで間違いないという大統領選挙をトランプ当てた方あの、まあ、当てた方法がここに明かされてるのね。で何かというとあの人間というのは、うん、なかなか本音出さないと。でも Google の検索ね、はい、あそこは誰も見てないから本音が出ると。で Google のエンジニアはそれを利用したんですよ。検索数、うん、検索、そのトランプクリントンっていうかクリントントランプっていうかどっちが多いかでやったのね。そしたらやっぱりトランプの方が圧倒的に多くて、Google のエンジニアはもうトランプ勝つの知ってたわけ。まあみんな嘘をつくっていう題でね。本当ですね、うん、でどこで嘘をつくかっていうと SNS でみんな嘘をつくの。SNS ってみんな綺麗事を言う、はい、あの変なこと言えない。そうか。ただ Google のサーチは誰にも見られてないから嘘、あの嘘をつけない、本音が出る。でその本音のところで大統領選挙の結果も分かるっていう本なんだよね。今回ほらトランプ、ここに書いてあるんですね、うん、トランプハリスは今のところよ 9.2 億件、ハリストランプは 8.3 億。だからこれによると 今時点だとトランプが勝つことになって、この差がどのくらいの意味があるんですかね。だいたい 0.9 億件、うん、1億件ぐらいか。これからどんどん変わっていくけど、だあの ちょっと考えたら分かるじゃん。その大々的に今トランプサポートってなかなか言えないでしょ、うん、あの2016年と同じで、うん、でテイラー・スウィフトもね、そらあのハリスって言うよ、そらそんな過去にもトランプって言ったら、うん、トランプ氏にもしなった場合そうなると、うん、例えば何が起きるんですかね。まあ、あのもちろんその政治的にはねいろんなことがあって、まああのまあ、僕らのあの感覚で言えばトランプさん朝の5時ぐらいからガンガンツイッター打ち始めるでしょ。だからもう早起きしないといけないなとか何言い出すか分かんないなとか、あこれでまたとりあえずその中長期的には関係ないんだけど、その日は荒れるなとかね。あセクターで言うと例えばその大きな投資の違いって出てくるんですか。経済政策やるときってもうほとんどあのその予算でしょ、はい、その税制でしょ、はい、でもあの大統領は予算決める権限ないわけ、うん、あの予算は議会でしょ、はい、だからあの大統領選挙って本当マスコミでものすごくあの報じられるから気になるんだけど、実は議会選挙の方が大事で、あのだから案外みんなその大統領選挙の日に議会選挙一緒に行われてるっていうのを知らない、うん、あの上下両院どうなるかみたいなところはあるわけですよね、うんうん、あのねアメリカの選挙のシステムの面白いのは上院で、上院100議席で、これねあの今回選挙にかかる議席とかかんない議席があるわけ、あの下院は全部かかるんだけど上院は、38議席はあの共和党はもう確保できてる、選挙にかかる、100議席中の、うん、選挙かかんない、はいはい、で民主党は28議席しか確保できてない、10の差があるんですね、うん、はい、明らかに共和党有利なわけ、うん、民主党が、大統領上院下院全部取れる可能性ってほぼゼロ、うんうん、なんでかっていうと上院が不利だから。だから、まあ、マーケットにあのとってマイナスであるそのハリスがあの、まあ、実現してない利益に課税するとかね、そういうあのそういうことが起こる可能性ってほぼゼロなんですよ。あんまりああいう過激なね経済政策気にする必要はなくて、だから僕はもう大統領選挙さえ終われば安心して買え、あ、まあ、終わる前にもう買っとけばいいと思ってますけどね。まあただ、まあ、今回で言えばやっぱりリスクは民主党が全部取っちゃうで法案も通っちゃうことなんだけど、あの上院ってねもう一つ注意点があって、60議席取んないとあのすんなり通んないのね、あの法案がね。ああそうですか、うん、でうかあのさっき言ったようにもう38議席共和党に取られてるから、はい、60議席以上取るなんか絶対無理なんです、ね、まあ僕はもう別に大統領選挙関係なくね、うん、あの待たずに買えばいいんじゃないかと思ってますけどね。日本のその総理大臣っていうのはどこまでの影響があるのか。あ、実はこの間ね、私あれですよ、副総理と同じ飛行機だったんですよ。麻生さん。麻生さん。あら。で、
話は向こうももちろん知らないですよ。ああ麻生さんだと思って。でね、トランプに会いに行ってたんです。さすがにね、総裁はトランプに会いに行ったわけにいかなくて。そうですね。そうですね。うん、ちゃんとこう、そう。布石を打ってるんですね。トランプに、まあ当時は特にバイデン相手だったから、トランプになる可能性高かったので、多分麻生さんがさっと行ったんだと思うんですよね。そうですね。で、実際その次の日のニュースにトランプに会ったって出てたし、僕実はね、トランプさんと昔仕事を何回かやったことがあって不動産の時ですよね、うん、不動産もそうだし、ね、彼ね一番苦しい時に日本人数人に助けてもらってるの。これ日本の人あんま知らないんだけど、トランプさんってものすごい親日家なんですよ、うん、だからなんかきついことを言うとかなんか恐れてる人いるんだけど、はい、彼日本大好きだから。あ、基本的にアメリカってでもあれですよね、今物価はもう落ち着いてきたと、で景気の方が悪くなってきてるから、なんかみんながこの景気リセッションなんじゃないかって心配をしていて、で今後先利下げ幅どのくらいか、年内どのくらい利下げするか、リセッションにならないように利下げ、そのリセッションの話で言うと景気後退、うん、で言うと、はい、これなんでみんなリセッションっていうか、心理学でねリーセンシーバイアスっていうのがあって、最近経験したことはまたあるって人間は思いがちなわけ。